はい、どうも。今日ですね、また、ニュースの解説動画ということになってくるんですが、今日お伝えしたい記事がエジプトの、まあ、モノレール、まあ、世界最長のモノレールを建設しますよっていうところになって、はい、まあ、そういう記事になってくるんですけど、あ、これあのまた概要欄の方にリンクを貼っておくので、はい、また見ていただけたらと思うんですけど、まあ、まあこれもやっぱり日本ではほぼ報道されないし、そうですね、はい、世界最長のモノレールをエジプトで作ったところで、はいはい、興味ねえよって思ってる人が多いのかなとは思うんだけど、はい、まあ、結構でもこのモノレールって重要かなと思ってて、はい、今エジプトで新首都を作ってるじゃん、はい、でその新首都からカイロの方まで、まあ、モノレールが伸びていって、はい、でそこで一旦モノレールは切れるんだよ。ナイル川は渡らないの、はい、でナイル川を渡った先の西側の部分だね。そこからまたモノレールがずっとギザのピラミッドの方まで行くんだけど、はい、でこのモノレールとモノレールはナイル川を挟んで西側と東側で分かれてるんだけど、ここのモノレールはつながってないの、はい、ただ一応そこはメトロがつながる予定で、あ、地下に、あ、そうそう、はい、だからモノレールから地下鉄に乗り継ぎをしてまたモノレール乗ったらギザまで行きますよっていう話なんだけど、はい、結構ねでもこれは闇深いなとも思ってて、はい、ニューキャピタルから、まあ、カイロまでモノレールがつながると、まあ、多くの人がね電車で、まあ、モノレールでニューキャピタルの方に移動していくと思うんだよね、はい、でニューキャピタルの中には空港もできるし、まあ、いろんなホテルもできてくるわけで、行政機関とか、まあ、企業とかもみんなニューキャピタルの方に移動していくでしょ、はい、で今カイロにある、博物館なんかは全部ギザの方に移動するわけ、はい、全部っていうか、まあ、一番そのギザの方にどでかい、まあ、はい、あ、グランドエジプシャン、あ、そうそうそう、はい、あれを作ってるから観光客の動線というか、まずそのニューキャピタルから入って、まあ、そこでステイするじゃんホテルで、はい、で、まあ、観光地に、ピラミッド見たいと思ったらカイロをスルーしてギザの方に行っちゃうわけ。そうですね、あの辺にこうなんかこう、ね、名物というか、そうそう、観光のでツタンカーメンのマスクがあったところも、まあ、ギザの方に行っちゃうわけ、はい、グランドエジプシャンミュージアムの方に行っちゃうわけでしょ、はい、あとはニューキャピタルの方にはエンターテインメント地区って言って、はい、まあ、いろんなテーマパークとか遊園地とか水族館とかいろんなものもできてきて、はい、まあ、完全にそこで遊べるような状態にもなるわけ、はい、でなると誰がカイロに行くのっていう、うーん、そうですよね、っていうところがあって、でニューキャピタルの方が街も綺麗だからどん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 人が移動してくるじゃん、はい、でもみんながみんな移動できるわけじゃなくて、やっぱある一定層の収入がないと無理なわけってなると、カイロに残されたものって何なんだろうってなると、いわゆる貧困層のスラム的なものしか残らないよねっていう、行政機関企業全部ニューキャピタルの方に行きま す, です、ね、で観光の名物であった博物館、まあ、特にツタンカーメンのマスクもギザの方に行きます、はい、カイロから何から何まで全てを取り上げるのっていう、まあ実際取り上げようとしてるんだけど、はい、ってなった時にカイロの街がどんな街になっちゃうのかってことを考えると、10年から20年の時間軸で見た時に結構カイロって街がやべえ街になるんじゃないかなって、もっとですか、思うんだよね。オールドカイロで売る、まあ、でも全部は無理ですかね、一部ですよね、そういう、そうだからね、いやだから、まあ、ちょっとこれ話が脱線しちゃったけどね、はい、まあ、モノレールができるっていうちょっとニュースの記事の解説であったんだけど、まあ、それくらい、まあ、そのエジプトではいろんな開発がインフラも開発がされていて、はい、ニューキャピタル、カイロ、ギザ、まあ、この辺も全部電車でつながりますよっていう、はい、そういった、記事になってきますっていうところだね。じゃあ、また今後もですね、こういった何か、面白い記事があればご紹介はしていきたいなというふうに思いますので、はい、チャンネル登録といいねを、はい、よろしくお願いします、はい。